行きます。赤ボールで行きます。では行きます。さあ行きましょう。さあここからカメラの撮影もしていきます。さあ縦抜けた、これがイブナシが回収。さあエンジョイ、後半1戦目楽しんでいきましょう。これは赤のプレスをかいくぐれるのか、低い位置。さあキープして、これはワンタッチありません、ビブなしでいきましょう。ありがとうございます。さあビブなしはこれをサイドに広げていきます。これはキーパーも使っていく。さあポストプレー、赤は前線からしっかりとプレスをはめていきます。どうかいくぐっていうか、うまいタッチで前を向くが、これは赤のカット。さあ赤は台入れて繋いでいく。お外開いて折り返しは合わない。しかし赤は低い位置でもしっかり回収していきます。ここでビブナシが取った。さあ勝負勝負、サイド開いたボール、さあビブナシゴール前、これは赤が回収。さあ2対1、赤のチャンスになってきた。このパスは合わないか、惜しい。このパスは合いません、惜しいパスでした。さあキーパーボールからビブナシ始めていきます。さあ低い位置に立て入って、このポストプレーは後ろ回収。さあ縦に預けます。さあ前を向く、1人1枚かわして、これはちょっと雑なパスになったがしっかりと回収していきます。さあうまくかわして、なんか折り返し、さあゴール前、ゴール前、さあこれはカット、これはカット。さあ赤が回収してポストプレー。さあ前をうまく向いた、サイド股を通してパスを出す、シュートはこれはポスト、これはポスト、惜しい。さあキーパーからビブナシ始めていきます。さあまだ依然0対0、この大きなドリブルはサイドに流れてきました。これは縦の勝負といったところでした。さあ赤ボールでスタートします。これは縦にボールを入れてくる。さあうまいタッチで赤がつなぐ。さあ真ん中、これはキーパーに直接流れていきました。さあロングスロー、ナイストラップ、サイド、これが、いやー決まらない、これは合わせたが決まりませんでした、惜しい。さあ赤はナイスカット、ナイスカット、しかしボールは赤にこぼれた、シュートはキーパーが弾いたがしっかり押し込んでいきました。ナイスゴールです、ナイスゴール。真ん中のアリスさんでいきます。ではビブなしの方、ガチの方、キーパーの方チェンジでお願いします。ありがとうございます。でいきます。さあ1対0、赤が1点先取してきました。ビブなしは1点欲しいところ。前半戦1試合目あ失礼後半戦1試合目やっていきましょう。さあこれを抜かれて赤が回収、真ん中預ける、うまくターンして、このパスはうまく回収、しっかり回収。さあこれは取られるとまずいぞ、これは取られるとまずいぞ、しっかり逃げ切ったか。さあうまくかわして、さあビブなしボールから赤に変わっている。さあ縦に入れて赤、これがゴール前、しっかり決めてきた。ナイスゴールです、ナイスゴール。赤はしっかり前線からプレスをはめてゴールを奪っていきました。真ん中から行きましょう。ありがとうございます。行きましょう。さあこれはかわして、赤が回収。さあ前を向いたぞ。さあ再び赤のチャンス、これをシュート押し込んできました。ナイスゴール、ナイスゴールです。真ん中から行きましょう。さあ赤はディフェンスがしっかりハマっている。3点目取っていきました。リブなしはまずは1点が欲しいところ。サイドに預けて、さあ中ドリブル、これを一旦後ろに預けていきます。サイド預ける、これを縦抜ければといったところをうまくかわしていきます。ここは剥がしていきます。これがミスキックになって、さあゴール前抜けたぞ、これはこれは合わしきれずといったところ。ラスト1分半、ラスト1分半でいきます。ラスト1分半いきましょう。さあキーパーからビブナシはまずは1点着実に取っていきたい。さあ真ん中ボソプレー使う。さあこれがつながった、これがつながった。さあゴール前、これはキーパーしっかりキャッチ、これはキーパーしっかりキャッチ。
ナイスカット。さあ赤にチャンスが来たぞ。これは決めきれないか。これはキーパーしっかり弾き出していきます。さあしかしボールはまだ残っています。ビブナシが縦にボールを預けて、これを前を向きます。しかしこれは人数がちょっと足りないか。3対1。さあドリブルで前仕掛けていってシュート。おっとこれは惜しい、これは惜しいシュートでした。これはうまいターンから惜しいシュートでした。さあしかし依然3対0、赤がリードしております。残りは30秒、残りは30秒。さあ赤が真ん中で受けて、うまくかわしてうまくスルーをして、これはこれはまだ赤がボールをキープしています。さあこれが入って、これを赤がまだ回収、危ない危ない。さあロングボールはワンタッチあって流れていきました。さあコーナーからラストワンプレーでいきます。ラストワンプレーでいきます。ラストワンプレーいきます。さあ近い位置預けて、これが流れた、シュートは打てない。ナイスブロックです、ナイスブロック。さあ長いボール、これをカット。さあしかしこぼれていると、ビブナシまずは1点取って終わりにしたいところ。さあうまくサイドのスペース開けたぞ。シュートは決めきれなかったか。いきます。じゃあ後半戦2戦目やっていきます。さあ低い位置、さあこれを赤が狙っていた、ナイスカット。さあ真ん中預けるか、これはビブナシがブロック。しかしこぼれているのはまだ赤ボール。赤がサイドに預けて、クロスはキーパー弾くが混戦、こぼれてる、こぼれボールをビブナシが回収。さあ縦勝負、仕掛ける、勝負勝負勝負、これはなかったか、これはなかった。さあキーパーにボールが渡っていきます。赤が回収して、さあサイド縦に預ける、これあ大丈夫かな、 OK。 ではサイドからビブナシボールでいきましょう。さあボールの入れ替わりが激しくなっています。立ち上がり、ここは中央を受けてうまくスルスルと抜けてきて、これはちょっとなかったか、これはちょっとなかったか、惜しい惜しい。さあ赤はキーパーから縦にボールを入れる、これはうまくこぼれるが、これはしっかり対応、ビブナシボール。さあ低い位置から真ん中中央で受けるポストプレー、これはどうだ、これは安全に選択していきます。さあこれはドリブルで持ち上がって縦に運ぶ。さあこれは赤がカット、中央でカット、中に入って、うまいターンだが、これはビブナシがしっかり対応していた。さあ2対2勝負、浮き球シュート、決めてきた、ナイスゴールです、ナイスパス、ナイスゴール。真ん中ラリスタでいきましょう、真ん中ラリスタでいきます。ありがとうございます、いきましょう。さあこれは見事なコンビプレー、浮き球からのボレーシュート、しっかり決めてきたのはビブナシチーム。さあそのまま前線から守備をしていきます。さあこれうまくかいくって前を向いた赤チーム、これはこぼれてビブナシが回収。さあ縦入れ替わる、これはキーパーまで流れていきます。さあ赤はここで受けてうまくターンして、これは流れましたね、これは流れてビブナシボール。さあサイドからビブナシは始めていきます。これをフリーのスペースで受け取って中央を使う。さあダイレのパスは赤がしっかりカバーしていました。しかしこぼれがビブナシに入って、うまくコンビネーションからサイドネットでした、惜しい。これはうまいコンビ、あワンタッチあるみたいなんでコーナーでいきます、ワンタッチでコーナーでいきます。さあ近いところで受け取って中央、さあゴール前シュートはブロック。さあ赤はしっかり返し、しかしこれ前線からブロック、ビブナシがドリブル攻めていく、低い位置シュート、押し込めない、これを押し込めなかった。では赤の方、ガチの方、赤じゃないや、ごめんなさい、ビブナシの方ガチの方でキーパーチェンジでいきましょう。ありがとうございます。では行きましょう。さあラスト3分、ラスト3分、赤は中央で受けるが、これはビブナシ潰してしまう、これはどうだ、これは赤にこぼれてうまくターンで中ドリブル仕掛けていく。さあ切り込んでゴール前、さあフリーでうまくかわしてシュートは、いや惜しい、いや惜しい。さあこぼれは赤に来た、さあ遠いサイド、これは引っかかってしまった、しかしまだ赤が回収、シュートはブロックです、シュートはブロック。
サイドを預けてポストプレー、さあうまくワンツー抜いてくる、サインタ1、さあゴール前決めるだけ、いや決まらないポストだ、いや決まらなかったポスト、さあこれを流れて赤が勝ち取った、逆にカウンター、逆カウンター、しかししっかり戻っています、しっかり戻っています、シュートはキーパーしっかりキャッチ、危ない、あーっと、あー、これは決まってしまいました、これは決まってしまった、まさかのオンゴール、これは真ん中から行きましょう、ありがとうございます。さあガチの助っ人キーパー、これは思わぬオンゴール、さあこれはワンツーつないで、サイドはシュートは流れていった、欲しい、ラスト2分、ラスト2分でいきます、ラスト2分でいきます。さあ赤この長いボールはしっかり体を入れてディフェンスブロックしていきました、ナイスプレーです。さあ近い位置使うが、これはプレッシャーがあるぞ、うまくかわして縦に預ける、これはサイドに流れていきました。さあラスト1分半、ラスト1分半、さあ真ん中使って縦を向く、シュートはナイスキーパーしっかりキャッチ、このロングボールうまく落として残した、残したビブナシチーム、さあサイドの攻防、これを預けて、さあこれを切り込んでシュートは打てないか、シュートは打てない、ナイスブロック、攻防レガー、ビブナシが持っている、さあサイド遠いところ預けて浮き球はナイスカットです、ナイスカット、さあ赤中央でボールを受けて、これはちょっとなかった、ラスト30、ラスト30でいきます、ラスト30でいきます、さあ後ろから縦にボールを預ける、これは丁寧に作っていきたいビブナシチーム、さあ前線から赤のプレスがあるが、うまいターンでかわして前に預ける、これも一度後ろに預けて、赤のプレスがあるが、これは2人でボール使って、さあうまく持ち運びました、さあ赤のプレスが前線からしっかりはまっている、なんとかかいくぐっていけるのかビブナシチーム、さあこれは残った、残った、赤のプレスがかいくぐれないビブナシチーム、さあロングボール、これはキーパーまで流れていきます、さあ残り時間あとわずかです、あとわずか、さあサイド流れて、これは残って赤が中に折り返し、さあこれはどうだ、深い位置、シュートはキーパーナイス対応、コーナーでいきましょう、コーナーでラストワンプレーいきます、ラストワンプレーでいきます、さあコーナーラストワンプレー、どうだ、浮き球キーパーキャッチ、さあこのスローインから縦預ける、さあゴール前1対1勝負、シュートはキーパーしっかりキャッチ、危ない危ない、しかしこぼれを狙っていたのはビブナシチーム、さあ中に入って、さあ勝負1対1、さあ丁寧に戻して、これはどうだ、いやこれは引っかかってしまいました、赤が回収、しかしビブナシうまいカバーで、これはこぼれたのは、さあ後半戦3戦目やっていきます、さあここで受けて、これはブロック、ビブナシがブロックさあゴール前これ取られると危ないが、なんとかエスケープして縦に預ける、さあしっかり前を向いて、これをかわしてかわしてサイドに預ける、さあ預けた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 、さあこれはビブナシがもう一度引き取って縦にボールを預ける、さあクロス遅れるか、これは赤がしっかりコースを消している、さあ縦仕掛ける勝負、クロスはブロック、ナイスブロック出ましたね、これ出ました、ビブナシでいきましょう、さあビブナシボール、浮き球シュート、ヘディング、クロスバーだ、このクロスバーは惜しいシュートでした、いや惜しい、届かない、さあキーパーから近いところを預けていきます、さあビブナシはこれは高い位置で取られるとまずいが、赤が中盤で回収、さあシュートフェイント入れて、しかしこれはビブナシが回収してきます、さあこれはカウンターチャンスだぞビブナシチーム、シュートうまく切り返して、この勝負は赤が回収でした、しかしまだ、あ、うまくかわしたぞ、さあ縦抜けてくる、さあドリブルドリブル、さあうまく切り返して、これが赤サイドに流れるフリースペース、シュートはナイスブロックです、ナイスブロック、よいしょ、
さあ赤を近いところ使って、サイド、これは届かないか、これは惜しい。さあキーパーからビブナッシュチーム、これは赤が前線からしっかりはめていて、パスコースがない、パスコースがないのか、どこに出すんだ。これは上がれという指示とともに前線に大きくボールを出してきた。さあ前線2対2にかわせばチャンスだが、これはしっかり赤がディフェンスついています。しかしうまくボールをキープして、さあ縦ランニングがあるぞ、縦ランニングを使う。しかしここで赤がしっかりと回収してきました。これをうまくかわしてサイドを預ける、縦走った、これがナイスカットです。ナイスカット、このドリブルどうだ、縦入る、これはディフェンス激しいところ、ナイスデュエル。サイドから行きましょう、サイドからビブナシボールで行きましょう。サイドを預ける、これは流れてしまいました。ではガチの方キーパー交代でお願いします。ガチの方キーパー、次の方お願いします。大丈夫そうですか、ありがとうございます。行きましょう、大丈夫かな、ビブナシの方は大丈夫ですね、はい OK です。さあビブナシ、ここで奪って縦にボールを預ける、このパスは通らない、しっかり戻っていました赤チーム。さあ残りラストは2分、ラストは2分。さあ縦預けて、さあ入ったぞ、これはうまく切り替えて、しかしこれはしっかりディフェンスしてきます。しかし赤は前線から狙っていました、赤は前線から狙っていました。危ない危ない。さあキーパーからビブスなしはやってきます。さあこの3戦目は0対0、まだ得点がありません。さあどちらが1点奪っていくのか、赤の前線からのディフェンスをうまくかいくぐってビブなしがボールをつなぐ。さあゴール前入ったぞ、シュートは打てるのか、これはどうだ、縦勝負仕掛けてクロス流れてシュート決めてきました。ナイスクロスからのナイスゴール、ナイスクロスでした。あと真ん中からいきましょう、真ん中からレジスタでいきましょう、いきます。でラスト1分でいきます、ラスト1分でいきます。さあ赤受けてゴール前、これはキーパー、これはコントロールミスになってしまった、赤ボールでいきましょう。さあ早いリスタートからシュート、どうだ、押し込みました、ナイスゴール、ナイス、しっかり押し込んだ、キーパーまたでした、惜しい。真ん中からいきましょう、真ん中からリスタでいきましょう、ありがとうございます、いきましょう。さあ1対1、3戦目同点に追いついてきました。さあ白黒はつくのでしょうか、残り30秒、残り30秒。さあこれはどうだ、これ赤が前線から狙っている、さあうまく体を入れ替えた、さあいいパスが来たぞ、シュートはサイドでした、惜しい。さあ残り時間はあとわずか、残り時間はあとわずか。さあどちらか1点上げている、いけるのか、これはサイドに預けて、これオープンスペース、しっかりトラップ、あこれがトラップができなかった、惜しい。さあラストワンプレー、ラストワンプレーでいきます、ラストワンプレーでいきます。さあ赤が回収、サイドに預けて、これは押し込んできた。本日も小猿のボニタにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日の MVP は、何度も激しいチェーシングで、味方をゴールを守り、ヘディング無理やり押し込んできた、素晴らしいプレーをしたあなたに決定おめでとうございます。何か一言ありますか、またヘディングで決めたい、はいお願いします、楽しみにしております。